日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はネズミについて。ネズミ、おお、嫌ですね。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。ちょっと今日は嫌なトピックですね。なぜかというと、それはネズミ、ね、動物のネズミ。ネズミは小さい動物です。そしてまあ可愛いかもしれない動物です。動物はちょっと人によって考え方が違いますからね。例えば猫が好きな人もいるし、猫が嫌いな人もいます。犬が好きな人もいるし、犬が好きじゃない人もいる。まあ嫌いというとちょっと強いかな。もっと苦手ですね。ちょっと、怖いって思う人がいるかもしれない。ネズミも多分同じですね。チューチューチュー。ネズミも、もしかしたら好きな人がいるかもしれない。ね。だから僕が、ネズミが嫌いというのは、まあ、ちょっと強く感じるかもしれないですけど、まあ僕が言っているネズミというのは、この家の上、屋根ですね。屋根のところとかに来たり、あとは家の中に入ってきて、台所で食べ物を食べたり、そういうちょっと悪いネズミのことですね。まあ普通はちょっと黒くないかな、茶色、日本だとちょっと茶色じゃん、まあそうですね、茶色のようなこうグレーのような色ですよね。灰色のようなそういうネズミ、ね、で白いネズミはちょっとかわいい小さい白いネズミ、ね、そういうネズミもいますよね。あとはまあグレーでも小さくてかわいいようなネズミもいます。でも日本語では全部ネズミですね。英語ではマウスとラットって言いますよね。違いますよね。でも日本語では、まあ、全部ネズミです。僕の家には今ネズミがいません。だけど前少しいました。1年前に少しネズミがいた時がありました。そして僕は電話をしました。そしてネズミのプロが来ました。ネズミのプロはいろいろなことをして、ネズミが家に入ってこないようにしました。そしてそれからはほとんどネズミの音を聞いたことがありませんね。ネズミがこういう音ね、嫌な音が、ね、1年前はちょっとストレスが大きかったですね。でも今は大丈夫、ね、まあネズミはちょっとまあいろいろな問題がありますからね、うん、ちょっと嫌ですけど、はい、皆さんはどうですか？皆さんの住んでいる国は、場所はネズミが多いですか？それとも全然いないですか？まあまあまあ、気をつけてくださいね。それではまた。チャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。